あ、なんか正社員さん、なんで名前があれなんだ、緑色じゃねえんだ。さあハーピーの狩り場の、レッドがドローフェイズ、レッドドローフェイズ、あ、これ高校ですね、高校取った、これ有利ですね。さあ虹の架け橋を発動、さあ挨拶のように虹の架け橋を使っていく。さあ架け橋に乗って集結を加える。さあ受け継がれる砲玉、しっかりと手札を2枚捨てて2枚魔法トラップゾーンに置くことができる。さあカード1枚セット、はい、終了。さあまずここで砲玉の集結を表にしておくのが大事。おっと、あ、これ大丈夫か、これチェーン間に合うか。あれなんかさ、集結ってさ、確かさ両方とももの効果つかなかったんじゃなかったっけ、これなんか遅いみたいな話があった、これなんか発動しておかないといけないみたいな話があったっけ、確か。これ発動しないとなんかさ2の効果使えなくね、これ。あ、ですよね。あれこれやっちゃったのでは、これこれまたプリンガバったか、これこれプリンガバったんじゃないか、これ砲玉にわかか、これあれやばいぞ、あれれれ、やばいこと起きるよこれ、あれこれやばいこと起きるね。もう一回新規の召喚したらまたこれ笑われるね、あれやばいねこれ、あれあれこれやっちゃったんです、これ。さあモンスターを新規の召喚、さあ親の顔より見たハーピーレディースクラッチクラッシュを新規の召喚、ハーピーのカリバーの効果発動。さあ全てが無に消されました。ワンポイント解説、守護神の矛、ソビモンスターの攻撃力はお互いの墓地に存在するソビモンスターと同盟カードの数かける900ポイントアップする。つまりハーピーレディモンスターは墓地で存在する場合、全てがハーピーレディとして扱うため、守護神の矛で爆発的攻撃力を得るのである。毎ターン守護神の矛引くな、毎ターン毎回毎回守護神の矛引くな、強すぎるだろう。これがクジャク前の力や、さすがハイボール4杯5杯飲んでも大丈夫だな。やっぱ最近の遊戯王は展開早い、そうだね、確かにハーピー強いよな、そう何でも中断になれるからな、4、4並べよな、何でもいいしな。守護神の方向天才かな。さあおっとマシンナーズデッキだ、さあマシンナーズギアフレームを紹介、マシンナーズギアフレームの効果でマシンナーズフォートレスを手段加えていく。さあカード落ちばセット、なかなか強そう。さあ三ヶ神選手のターン、手札から魔術のベール発動。さあ手札から闇属性魔法使い族モンスターを得る召喚、来たブラックマジシャン、1枚しか入っていませんがなんと引いております、ブラックマジシャン引いておりました。闇遊戯選手、さすが闇遊戯、さすがです、遊戯選手。さあブラックマジシャンを特殊召喚していく、かっこいい。さあしっかりと初手ブラックマジシャンを特殊召喚していくが、さあおっと、おっとロケットハンド、ロケットハンドの打点をブラックマジック強い強い、強すぎる、これは勇気さんだ、これは勇気さんしてる。ただし一応マシンナーズフォートレス加わってるんでですよね。さあマシンナーズフォートレスの効果、ボムスパイダーを特殊召喚していく、あーじゃあボムスセル特殊召喚していく、これボムスパイダーで割っちゃった方がよかったんだよ、これなんかワンチャンボムスパイダーで割っちゃった方が良かった説も結構ありますよね。まあいいや、ちょっとフォートレスは温存みたいな話ありましたよね、これね、結構ね、これ機械族じゃないのかなこれな。さあええめっちゃ出てくる、強い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 先に使ったわけだよねサイクロン。さあ反転召喚、やばい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 、グリボーン。さあディスティニードロー入る、ディスティニードローが入る、スキル発動、運命のドロー、俺はこのカードを信じるぜドロー。ワンポイント解説、守護神官マハード、このカードはドロー者の木、このカードを相手に見せて特殊召喚することができる、そしてこのカードが闇属性モンスターと戦闘を行うダメージステップの間、このカードの攻撃力は倍になる、さらにこのカードが戦闘効果で破壊された場合、自分の手札デッキ墓地からブラックマジシャン1体を選んで特殊召喚できる、このカードをディスティニードローで引いてくる、これが主人公能力の最強の使い道である。
首相か。強い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 。モンスターで攻撃だ。待たせたなマハードって。あれこれやばいんじゃない？あこれ大丈夫？これさ、これ出てきたブラックマジシャン知らない？これ大丈夫かな？最強のしもべ。ブラックマジシャン。フォートレスで対処取るこれ。危なかった。対処取るか。よかった。危ねえ。対処取るかさすがにな。でトークンが出ると。オライオンで。危ねえ。対処取らねえ方が死んでた。対処取るよなこれ破壊するの。この方戦闘破壊された場合、対処取れますね。危なかった。よかった。よかった。対処取んなかったら死んでた。危なかった。このカードを信じるぜ。危なかった。対処取ったらやばかった。さあブラックマジシャンの攻撃。ブラックマジック。ディスティニードローマードかっこよすぎるだろ。マジで主人公してんじゃん。モンスター効果発動。オライオンの効果除外すると召喚権が1回増える。原銃器。さあ原銃器を攻撃表示で召喚。ハリメガラプター。メガラプターはなんかトークン、何なときに出すんだっけ。自分のフィールドに特殊化されたときにトークンを出すと。なるほど。ブラックマジック強え。ブラックマジシャンがこんなに正当に活躍してるデュエルはあんまり見たことないし、いつもなんか魔導陣で除外してるから、こんなにブラックマジシャンがいっぱい攻撃してるデュエルはあんまり見たことないぜ。俺はこのカードを信じるか。ドロー。魔法カード。強い。サウザンドナイト。お前の、あー強い。破壊されたのはハムストラットだ。なんて強い。よっぱガチの闇遊戯いたわ。え、これ遊戯さん乗り移ってるんだけど。バンデット強いっていうのは一枚戻すと相手のセットカードを奪えるぜ。なんだこのカードは。おっと、なんだそのカード。俺たちも見せろ。上から積もりすぎ。確かに俺はこのカード。ちょっと何これ。このカード何。ドルー。俺はちょっと待って、マジで闇遊戯なんだけど。引いてくるか、上から引いてくるかの強すぎませんかね。超魔導剣。いや、そこはパラディン出してほしかった。ダイレクトアタック。いや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 、ちょっとあのなんだろう、主人公力使いすぎるのやめてもらっていいですか。デュエルモードフォトンチェンジ。私の前に立ちはだかる敵は。打点がアップした後に打点半分の処理が再度行ってしまった感じですね。むずっ。ゲロむずい。もう理解する気が起きない。私のターン。モンスターを伏せる。豪華者の次の桁。あ、葬儀。あ、葬儀でしょ。カードをセット。豪華者、あ、葬儀になれた不可思議無料対数だよね。任せろ。ハンティングの始まりだ。デュエルモード。フォトンチェンジ。1万億兆形外女女交換制裁国。豪華者、あ、葬儀になれた不可思議無料対数。これが数字の限界だ。限界を打ち破る境地。シルバーガジェットを召喚。モンスターを特殊召喚。手札からレッドガジェットを特殊召喚。強い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 。さすが元銀行員、単位の桁が違うぜ。任せろ。単位は全て覚えた。ギアギガントクロス強い。やべえ、やってること強い。さあギアギガントクロスの効果によって手札にハンクオンマッハだ。ワンポイント解説。フォーミュラーアストレイトハンクオンマッハ。このカードの攻撃力はこのカードのレベルかける300ポイントアップし、このカードのレベルよりも元々のレベルまたはランクが低い相手モンスターが発動した効果を受けない。そしてこのカードのレベルが7以上の場合、相手の墓地へ送られるカードは墓地へは行かず除外される。ぶっ壊れモンスターすぎ。なんでこんなモンスターを実装したんだコナミ。やばいモンスター来た。やべえモンスター来た。やばすぎるモンスター来た。あーでもクローラスパインも強い。クローラスパインはリバース効果で一食い虫みたいな効果。さあ一食い虫みたいな効果で相手モンスターを剥がしていく。マッハさん来たー。レベル上昇かこれ。これレベル上昇じゃないか。こいつレベル上昇持ってるぞ。このデュエルモードフォトンチェンジとか言いながらレベル上昇してくるんじゃないかこれ。これヤクザ来るんじゃないこれ。これありえそうだよね、レベル上昇ね。見るがいい。モンスターを召喚。はいはいはい。ハンゴンマッハ。ハンティングの始まりだ。
あ、でも8なんだ。まあ許せるか、8だったら。さあ、気候部隊の最前線なんだっけ。破壊されたらリクルートだっけ。異端児の機械族モンスターが戦闘で破壊されて自分の墓地を食らえたら、墓地のそのモンスターより攻撃力が低い。同じ属性の機械族モンスター一体をできた特殊召喚する。やりやがった。いやでもね、8は許せるよ。8は許せる、普通に。これが12とかだと許せないけど、8はね、戦闘破壊できると思うから許せると思う、これ。ギリギリ言うて、まあ、モンスター効果受けませんけどね、一切ね。レベル7以下の、まあ、確かにダークローは強い。さあ、裏返る。まあこれ効果受けません、これ効果受けませんで除外されます。強いです。強い。ダークローだ、強い。なんでデュエルリンクスにダークロー実装されてんだよ、おかしいだろ。ふざけんなよ。 OCG でさえも強いぞ、出したら先行で。確かに打点も、打点もこれ同じじゃん。打点もダークロー確か2400じゃなかった、確か。あいつ 240Z だった気がするんだけど、あれダークローって。なんでダークロー実装されてんだよ、おかしいだろ。許されない。さあ、モンスターを召喚。マシンナーズギアフレームを召喚。マシンナーズギアフレームの効果発動。マシンナーズフォートレスの手段加えて、およそカイトっぽくないで聞いたけど。さあ、モンスター効果発動。さあ、ギアフレームの効果によってハンギオンマー守っていくスタイルだ、これ。これはあの、破壊される前に代わりにね、墓地の来るっていう効果なんで、これで破壊されることはないですね。さあ、マシンナーズフォートレスを特殊召喚していく。これ圧倒的フォーミュラアスリートハングオンマハ育成計画が始まりました、これ。あった出た、レベルを上げるやつだ、これ。さあ、これでレベルが1個上がっていく。レベルが9になりますね、これね。レベル9とプラス2上がるのかな。レベル10だ。さあ、自分のフィールド上のヘイフェイモンスターを対象にターン白島でレベルを2つ上げる。さあ、ハングオンマハの効果によってレベルが1個上がっていく。レベル11、強い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 。けど、いやでも魔法トラップだったら除去できるんで、一応こいつは。破壊じゃなければ、破壊じゃなければいけますね。まあ、次元幽閉とか。ああ、なるほど。ああ、どうする、漬物先生。漬物先生大丈夫か。残機の用意、これ残機しちゃう。あお、おっと、クモン用の土蔵で耐えていく。波紋波紋波紋、いや波紋禁止なんだよな。波紋禁止なんですよ、このゲーム。環境的に波紋が禁止。発動。さあ、ソウルオブスタチューを特殊召喚していく。さあ、連動トラップの効果200ダメージが入って、これ破壊するのはマシナスフォートレスかなんかですかね。さあ、フォートレスですね。そうですね、フォートレスを破壊するくらいしかない。さあ、これは厳しい。漬物選手、このハングオンマハが強すぎて。さあ、アポピスの剣心を特殊召喚していく。で、これで多分バック割っていくって感じですかね、多分。発動、アポピス介護しまくり。リュウさん、リシドに似てますね、髪型だけな、やかましいわ。さあ、アポピスの化身を特殊召喚して、うわ気持ち悪い、うわ気持ち悪い。さあ、アポピスの化身を特殊召喚、そして雲夜の土蔵の効果像。まあ多分これもバックか、まあこの魔法かどっちかだろうな。さあ、うわ強い強い、これはこれが強い。墓地のモンスター2体を特殊召喚して、そのモンスターたちを素材にしてホープを特殊召喚できる。さあ、これは強い。さあ、2体のモンスターでオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚。我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ、希望の使者ナンバー39、希望をホープ。モンスターをエクシーズ召喚。さあ、モンスターをエクシーズ召喚。レベル4のモンスターが2体デッドリシン。あー、でもホープ吹っ飛んだ、ホープ吹っ飛んだ。いやでもホープ吹っ飛ぶけど、これだってハングオンマッハ突破できんやろこれ。これ強すぎる、こいつ強すぎる。サイクロンを発動。さあ、サイクロンによって銀幕が除外されていく。ホープの上に重ねてエクシーズチェンジ。あー強い。強い。ナンバー39、カオスナンバー39、希望ホープレイ、ホープ剣スラッシュ。カオス、あ、ホープ剣カオスラッシュだっけ、ホープレイの攻撃名。さあ、すべてのカードが除外されていった。
懺悔だろこれ。懺悔の用意しかないわ。懺悔の用意しかねえ。あ、強すぎる。遅いやもう。もうええわ、その200ダメージは。マッハ最強だわ。